どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。気づけばなんですけども、もうね2024年も半分終わりに差し掛かってます。なので、恒例のですね2024年上半期の完全ワイヤレスイヤホンランキングですね、僕がたくさん試しているイヤホンの中で、まあ、今年上半期だと、まあ、これがねいいんじゃないかっておすすめをね紹介するっていうコンテンツを、まあ、これからねちょっと撮っていこうと思うんですけれども、まあ、それに合わせてですね、まあ、いろんなイヤホンをですね今年もいろいろ試してます。で、今日はねちょっとその中でも、まあ、これ食い込んできそうだなっていう注目作があるのでお話をさせてください。それがこちらの JBL の新作ライブビーム3というモデル。昨年話題になってめちゃめちゃ売れた画面付きのイヤホンツアープロ2とコンパクトなライブフリー2というモデル、この2つを合わせていいとこ取りしちゃったっていうのが今回のライブビーム3になります。このイヤホン機能も上位機種並みに揃ってるんですけれども、コストも抑えられていて、まあ、かなりバランス感覚のいい一台だと思いますね。それじゃあ詳しくこちら見ていきましょう。はい、こちらが新しくね、登場しましたライブビーム3というね名前の完全ワイヤレスイヤホンになります。まあ、JBL の新作ということで、まあ、見てね分かりやすいんですけれども、まず特徴として、まあ、この画面ですよね。この充電ケースに、ディスプレイ液晶がついてます。これはすごくね売れたあのツアープロ2の衣装をね、受け継いで、できたのがこちらのね1台になってます。で、デザインとしてはねかなりねこうコロンとしたコンパクトなね、見た目になってます。ボディが小さくなってディスプレイの比率が上がってるので、こう前面がねこのディスプレイみたいな感じになって、よりこう近未来感がね強くなったデザインかなと思います。まあ、ボディの強点もちょっとねこの光沢のあるアルミのねボディになっていて、まあ、この辺もね、まあ、値段はね安くなってるんですけれども、かなり高級感もあっていいと思いますね。で、パカッと開けると、この中にですね、この本体が入っていて、こんな形のスティック型なんですけれども、比較的ね、まあ、ここの縦がね、短い構造になっているので、横から見てもあまりねはみ出さずにすっきりとした印象でね使えると思います。で、イヤーピースはこんな感じで楕円形のねイヤーピースが使われていて、まあ、耳のね穴の形にフィットするような設計ですね。このケースにはですね、実は今回ですねちょっとした変更がありまして、ここにねストラップホールがついてます。なので、まあ、ここにねストラップつけてちょっとねファッション的にぶら下げるような形で持ち運ぶことができるんですけれども、今回すごくねセンスいいなと思ったのが、これあの最初のねキャンペーンでアルチザンアーティストのね限定のストラップがつくらしいんですよ。結構ねカメラのストラップとか作ってる、メーカーさんなんですけども、あれのねストラップつけたら結構ね可愛く持ち運べるんじゃないかなと思います。まあ、結構ね最近ねこの完全ワイヤレスイヤホンはねカバンとか、腰とかにくっつけて持ち運ぶ人増えてるので、そのあたりもね流行りに乗っかってますね。あとこの画面ですね、前作からついてるもの、ここから、イヤホンのね設定を細かくねできるんですけれども、これもねちょっと進化してまして、今まではこんな感じでケースの正面方向ですね、この方向でしかね見ることができなかったんですけども、今回はねこんな感じでパカッと開けてあげると、こうですねこの画面が逆向き、このね、開いた状態でもしっかりねこの画面が正しい位置でね見れるようになってます。これ細かいけどいいねアップデートですよね。でこの画面はね立って操作することができて、こうやってねスワイプしてあげるとね次の項目に行きます。で、まあ、いろんなね設定ができるんですけれども、まあ、イヤホンのね音量の設定だったりとか、あとはねノイキャンの設定ですね、他にも空間サウンド、ゲーミングモードとか音の聞こえ方ですね、これの設定ができたり、イコライザーの、ね、調整もできます。あと個人的に前のモデルでね僕がよく使ってたのは、このタイマーですね。スマホとかでもこういうタイマー機能あるんですけれども、まあ、このね、タイマー専用機として残り時間ね例えば20分とか25分測って、まあ、デスクの上に置いて集中するみたいな、そういう使い方ができるので、これは結構ね個人的には嬉しい機能だなと思ってます。このロック画面も自分のね好きな画像アプリからアップロードしてこんな感じでね設定することができたりとか、前作ツアープロ2でね、好評だった機能はそのままね入ってます。しかも今回からちゃんとね日本で売れたっていう実績もあって、日本語がこのケースの表示にもね対応してくれました。では続いて音音質の話なんですけれども、今回の、ライブビーム3にはですね、ピーク振動板が使われています。これはですね非常にこう音の伝導率が高い、振動のね細かくね、伝えてくれる繊細なね音の表現ができる素材なんですけれども、これを使った、10mm のねダイナミック
ックドライバーがこれ中身に搭載されてます。プラスしてこれダイナミック EQ というですね、機能が入っていて、これ耳につけて音楽を再生すると音の漏れを、ね、自動で検知して、自分の耳に合わせた、音量音質に、ね、調節してくれるという機能もありますね。で、それを踏まえてですね、ちょっとねこれを聞いてみた感想なんですけれども、まあ、本当にねもう最初の印象としてすごく分かりやすいんですけども、あの音がねすごく明るくて軽めですね。乾いた空間にこう音がねパンと広がるようなこう気持ちよさがあります。まあ、いろんなイヤホン試してますけど、この JBL はねすごくこの抜けの良さっていうところではやっぱりねあの押せると思います。まあ、例えばね、まあ、これと真逆のイヤホンで言うとゼンハイザーとかヌアールみたいなこうねっとりとしたね絡みつくような音質は全く真逆で、とにかく素直で聞きやすい音質かなと思います。まあ、いろいろ聞いた中だと、まあ、例えばねあの歴史のキラキラ節っていう曲があるんですけれども、まあ、そういったねダンサブルでこう明るい鳴り物がねたくさん入ってるみたいな曲にはすごくね相性がいいイヤホンですね。まあ、自分の部屋でこうじっくりねこうゆっくり音楽を聴くっていうよりは外に出かけてこうねちょっとね小躍りしながら聴くみたいな、まあ、そういったねイヤホンかなと。で他に嬉しい機能としてはこれ LDAC 今回ね対応しています。高音質のねハイレゾ級の、コーデックなんですけれども、 Galaxy とか Pixel とかね、まあ、主要な Android スマホってこの LDAC ね対応してるんですよ。これを使うことによって音質がまあ1段とは言わないですけど、まあ、0.5 段ぐらいかな、確実にねちょっと上がるので、まあ、それがねしっかり対応してきてくれてるというのも嬉しいポイントです。続いてノイズキャンセリングですね。まあこれね今のイヤホンだともう当たり前の機能なんですけれども、ノイズをね遮断して通してくれなくするっていう機能がついてます。で、まあその効力もですねツアープロ2よりもこれね上がってます。主にこう低音域を中心なんですけれども、まあ本当に人の足音とかドア閉める音とか、あと車のね、通る音とかですね、そういうのはかなり綺麗に消してくれますね。ちょっと僕もびっくりしたぐらいですね、こんなに消えるのかっていうぐらい低音域のねノイズキャンセリング能力はかなり高いです。で中音域に関しては、まあ、ここはね音質とのトレードオフでもあるんですけれども、まあ、人のね声はね、結構通してしまうかなというのが僕の印象でした。まあ、なので、まあ、ノイキャンの効果としては、まあ、10段階中、まあ、8から 8.5 ぐらいですかね、まあ、トップではないけど、まあ、しっかりね周りのノイズ消してくれるっていうそれぐらいかなと思います。この JBL Live Beam 3ですね使ってて、ここね個人的にちょっと面白いなという機能が、2つあったので、それもねお話ししておきます。1つはですね、これアプリがね結構ねいいものを作られてるんですけれども、その中にリラックスサウンドっていう項目があって、まあ、ここからリラックスね、させてくれるサウンド、これを、ね、いくつか混ぜ合わせて、聞くことができます。森のね、木々の音だったりとか焚き火の音とか、あとはね鳥の鳴き声とか、そういうのを自分でこうブレンドしてね聞くことができるんですよね。僕の場合はお昼ご飯食べた後ねすごく眠くなっちゃって、あちょっとだけね仮眠しようかなっていう時に、まあ、これでねつけてあげると、こうノイキャの効果も相まってで、まあ、すごくねこうリラックスしながらこうギュッとねこう休息できる感覚があるんですよね。なのでこれはねすごくねいい機能だなと思いますし、もう一個ねこのアプリ関連なんですけれども、マイクの音量の調整ですね、これすることができます。あのどういうことかというと、ウェブ会議をしている時に、自分の声の音量、そして、相手の声の音量ですね、これを両方とも調節することができるんですよ。まあ、自分の声の調節はねできるやつね最近増えてきたんですけども、相手の声も調節ができるって結構珍しいんですよね。なのでこうウェブ会議とかね、こう通話をよくするっていう人は、こう自分に最適なねこう相手の音量と自分の音量のバランスですね、チューニング、これをすることができるので、結構これもね理にかなってる機能だなと思いました。はい、こちら、JBL の Live Beam 3ですね。こちらでお話をしている実際の音声になります。こちらがね、このマイクで聞かえる音声になりますので、ウェブ会議とかね、そういったところではこういった音声で聞こえます。こちらどんな感じで聞こえますでしょうか。参考にしていただけますと嬉しいです。はい、こちらが、JBL のLive Beam 3の音声になります。スペックはこんな感じですね。結構ね電池持ちも長くて、単体で10時間使えて、でケース合わせるとプラスで30時間使えるっていうですね、割とこうタフな電池持ち、してますし、ちゃんとね、今時のマルチポイントにも対応していて、で LDAC つけた状態でもマルチポイントが使えます。防塵防滴性能もありますし、まあ、スペック的にはね、まあ、必要なものがほとんどね揃ってると言っていいんじゃないでしょうか。では最後に気になるポイントですね、まあ、ここもフェアにお話をしていくんですけれども、そうですね、僕が気になったところで言うと、LDAC ね今回使えるんですけれども、
LDAC を使うと LDAC モードをオンにすると使えなくなる機能が、ね、結構あります。あのさっき言った、ね、アダプティブ EQ とかあとは空間オーディオとかね、そういったものは使えなくなってしまうので、まあ、そこは2個注意ポイントですね。まあ、ただあのイコライザーとかあとさっき言ったマルチポイントとかね、そういったものは継続して使うことができるので、まあ、LDAC が入ると大体、ね、何かしらの機能が使えなくなるんですよね。でその時に、まあ、イコライザーとマルチポイント、これが使えなくなっちゃうものも多い中で、ここはね僕はね一番使いたいポイントなんですよね。なので、まあ、そこがね、カバーできてるのは嬉しいなと思ったところですね。はい、というわけで今回は、JBL の、新しい、ね、イヤホン、ライブビーム3についてお話をさせていただきました。まあ、簡単にまとめると非常にこうコンパクトなボディで引き続き、ね、画面付きの充電ケースを、ね採用したモデルになっていて、音質もまあツアープロ2に、ねまあ、匹敵しうるですね、非常にこう抜けのいい音を聞かせてくれます。でノイズキャンセリングの能力は前作以上で、さらに LDAC にも対応してきてるっていうですね、まあ、かなり欲しいものをこうギュッとコンパクトな1台に詰め込んでくれた、シリーズかなと思いますね。これサイズ感とか音とかねすごくちょうどいいんですけれども、まあ、一番ちょうどいいのはね価格面で、これね、まあ、実売価格で、まあ、2万5000円ぐらいらしいんですよね。まあ、定価が2万8000円ちょっとで、まあ、実際は2万5000円ぐらいで売られるんじゃないかって話をね、聞いてまして、まあ、この価格帯のイヤホンって結構珍しいんですよ。まあ、大体ね、まあ、こういうね、イヤホンって、まあ、いいものだとやっぱ3万超えてきちゃって、まあ、最近4万台するものとかも増えてきて、ちょっと手が出ないなっていうものもね、多いと思うんですよね。対してコスパモデルとなると1万円台のね、イヤホン、このあたりになってくるんですけども、まあ、ここだとちょっと物足りないんだよなっていう人もね多いと思います。でそんな人にねとって、まあ、2万5000円ぐらいっていう、まあ、ちょっとねこれぐらいだったら出してもいいかっていう、絶妙な価格帯のところでこれを出してきたっていうところも狙いどころがすごくいいというか、まあ、JBL さんね仕掛けてきてるなっていうところですね。なので価格も機能も含めてねすごくちょうどいい、まあ、サイズ感も含めてすごくね可愛らしいし、まあ、持ちやすいねそんなイヤホンだなと思いました。まあ、評価はこんな感じで、ね、載せておきます。まあ、こちらも含めてね、今年の完全ワイヤレスイヤホンランキング、まずは上半期ですねまとめていきたいなと思ってますので、ぜひですね、イヤホン好きな方はまたね次の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフのホチでした。バイバーイ。